使用エプロンで食べこぼしを防止。使用後はビニール袋などに入れるといいですね。ミニタオルにクリップをつけるとエプロン代わりになります。市販のベビーフードを食べないので、いつも手作りのものを持ち歩くようにしています。耐熱容器に入れ、温めもできるようにしています。